先生方とかあったら挨拶とかもうすごい大きい声でやるんですけど、そのまあ仲間、その46期生の人たちもまああったら挨拶は毎回してたんで、はい、それがその帰ってきてからお客さんとこ回ったりしてる時に、そのまあ前の自分だったらそのお客さん家の玄関ドア開けてすぐ「おはようございます」って言えなかったんで、勝手に言葉が出てくるっていうか、そのまあ癖がついたっていうか、いい癖がついたと思います。とにかくまあお客さんと話す時はまあ何でも笑顔でやるようにはしてます。はい、お客さんに感謝される時が一番自分にとっては嬉しい時で、まあ修理とか工事とか終わった後に普通に「ありがとう」って言われるんじゃなくて、すごいなんか、まあ、前のめりっていうか、なんかすごい感謝される時があるんで、その時が一番嬉しいです。まあ今一番はやっぱりその情報発信、個人的にはそこが一番力入れてます。時点のことを見たら情報がなんか発信できてない、どういうことしてるとかいう情報があんまり発信されてなかったんで、小学院のサイトにもなんか卒業生の人がなんか瓦版とか作ったりしてるの見て、それも参考にして自分で手書きで書くようにしました。一番近い夢っていうかだったら自分のお客さんを作りたいですね。案内状とか配るのもできるだけもうマンツーマンっていうか、顔と顔を合わせて渡すようにして、まあ、顔を覚えてもらうようにはしてるんですけど、瓦版以外にもう一つちっちゃいハガキとか作った方がいいかなって思ってます。地域の人にもうちゃんと店を認識してもらって、頼りがいがあるような、本当にそのお客さんが困った時に簡単に電話して来られたり、気軽に話しかけてもらえたりするような店になることが一番大事だと思います。